送局。はい、どうも皆さん、こちらゆうと放送局のゆうとです。今ですね、ディズニーランドのウェスタンランドにいるんですけど、なんか先週ぐらいからビッグサンダーマウンテンにシングルライダーが導入されたみたいなことを聞きましてですね、ちょっと今日検証してみようと思います。てか本当にやってんのかな、ちょっとねツイッターの情報なんでわからないんですけど、うん、やってたらね、シングルライダー、実はディズニーランドスプラッシュマウンテンしかないんですよ、シングルライダーのアトラクションが。なんでもしかして本当なのかな。うん、ちょうど目の前に今ビッグサンダーマウンテンあるので、ちょっとキャストさんにシングルライダーやってるんですかと聞いてみて行ってみたいと思います。ちなみにスタンバイが60分待ちです。本当なのかな、すごい人です。ちょっと聞いてみますね。ただいまの時間、ビッグサンダーマウンテンではシングルライダーを実施しております。お、シングルライダー、すみません、シングルライダーってやってますか。やってますよ。あ、じゃあただ、お座席の希望がいただけないのとご愛席になりますが、よろしいでしょうか。はいはいはい、この先のキャストにもシングルライダーと伝えておすすめください。はい、いや本当でしたね、本当だったんだ。正直本気にしてなかったんだけど、やってるみたいです。シングルライダーが実施されてるみたいです。びっくりですね。いやー、そう、場所は選べないそうです。まあ正直いいです、乗れればいいんで。うん、一応ねこのファストパスの通路をこう進んでいくみたいですね。導入されたんだ、知らなかったな。大人気なんでね、結構混むじゃないですか、やっぱり。でファストパスもね、なくなっちゃったらもう僕いつも乗れない感じなんで、嬉しいな、シングルライダー。多分このまま行きます。多分これずっとファストパスのとこで、多分そこでね、待つんだと思います。じゃあちょっとここら辺で撮影は終わりますね。今ですね、ここにいます。なんかここでキャストの案内があるまでお待ちくださいとのことです。はい、そしてもう案内されました。この間、今1分待ってないよね。私が平気だ。まあだからといってね、これで乗れるわけではないのでね。え、待ってどうすんだ。ちょっとよくわからない。仕組みがようわからん。仕組みがよくわかりません。はい、ということで今シングルライダーで初めてビッグサンダーに乗ってきたんですけど、5分待ちで乗れたんですけど、大丈夫なの。あれ多分僕の前に多分シングルライダーの人がいなかったのか、普通にもうはいどうぞこちらみたいになってね、普通に5分ぐらいかな、下手したら5分かかってないぐらい乗れましたね。びっくりしました。これすごくない？いやー嬉しいな、シングルライダー導入されたって。一人で来る人にありがたいですね。ビッグサンダーのシングルライダーはすごすぎます。ということで以上です。皆さんも乗ってみてくださいね。実はこの後まだファストパスで今から乗るんだよね。2連チャンで行ってきます。